海を抜いて走ろう、涙がこぼれないように思い出す春の日、芽吹き花咲く海。遊覧船事業は本日をもって終了いたしますが、本日をもって第16陸中丸という船舶そのものはなくなってしまいますが、大変寂しいでありますけれども、本当58年ありがとうございました。本当の都の宝であります。本当皆さん、今日は本当にこの胸に刻んでいただいて、本当に今までのこの遊覧船に感謝の気持ちを持ちながら一日を過ごしていきたいと思います。本当に長い間本当にありがとうございました。ラストラン万歳。小さい時に、兄弟で乗った記憶があるので、自分の子供たちも終わる前に乗せてあげたいなっていうので。すごい良かったです。天気もいいし良かったですよね。こんなだったら元の例に来ればよかったな。もう特に震災後ですよね。震災後は本当に一致団結という感じでしたので、すごくやりがいのある仕事だったなと改めて思いました。小さい頃から乗っていた船なので、もう何年経っても変わらない景色だなって、本当にみんなに愛されてたんだなって。景色は綺麗だし、なんか1たす1は3。まあ毎日やってることですけど、安全運航にしてとりあえずここまで船をつけて、お客様が楽しんでもらえた、そういう気持ちだけでいっぱいです。まあ私も無理なことを結構言いましたけども、それに応えてくれましたんで本当にありがとうございます。それの一言だけです。
船を寄せてきて飛び降りて、したらもう事務所にいた後輩のと機関長が飛び出てきたんですよ。ここから地震だって、じゃあもう船出そうかっていうことで、そのまままた船に乗って、機関長はエンジンかける、後輩の人が表のロープを取る、そしてエンジンがかかったらもうすぐ沖に向かって船出しまして、2時46分の地震があって、54分にはもう沖の防波堤変わって沖に向かっていますから、この辺の平崎の沖行ったらもう即、あの辺だったらもう100メーター近いから、そんなにあのウェーブにはならないんですよ。ここに結局帰ってきたのは13日の10時半ですから、42時間ぐらい。もう6月末あたりに運航するよって言われたけど、まあ船を運航することはいいけど、運航しちゃったで果たしてお客さん来れるかどうか、それが一番不安になってたね。だけど現実的に当日になれば結構お客さんいらっしゃいましたからね。その運航が終わるということをやっぱり決めなければいけなかったのは僕の立場の中で僕の方でしたので、やっぱりそれが決まり、それを、乗組員スタッフ一人一人に伝える時が一番辛かったんですけど、でもそれを聞いた上で、じゃあラストランまで頑張ろうよって言ってくれた、やっぱね、乗組員たちの気持ちというのはやっぱかけがえないですね。仲間っていうよりもね、もう家族ですね。58歳が率先して考えるのではなくて、やっぱり下の世代、もっとやっぱり若い人たちが、これからの都を担っていく人たちが、あのこの都の観光、あるいは都の生活で、都の町を作り上げていくために、もう終わりではなくて、やっぱり今度はある意味節目だと思ってるんですよ。でやっぱりその新しい都の観光であったりとか、新しいその都の町づくり、そして新しい都の魅力づくりになれば、この船の終わりは間違いなくスタートだと思います。第16陸中丸宮古浄土釜遊覧船ですが、宮古の将来の観光はこのお二人に託したいと思います。島香壮太君と隼人君、12歳と8歳の宮古の子たちのロングホーンです。最後に御礼のご挨拶を申し上げます。58年間ありがとうございました。
ありがとうございます。